2019年のプロ野球セントラルリーグ公式戦優勝セレモニーを行います。はじめにセントラル野球連盟杵渕和秀統括より読売ジャイアンツ原辰徳監督に優勝ペナントが授与されます。日本プロフェッショナル野球組織斉藤敦史コミッショナーより優勝トロフィーが授与されます。ここで見事チームをリーグ優勝に導いた原監督から1年間声援を送ってくださいましたファンの皆様に挨拶がございます。輝かしい令和の時代が幕を開けました。そして令和元年、読売ジャイアンツはペナントレースにおいて優勝することができました。ひとえにファンの皆様、声援が我々の力になりました。本当にありがとうございました。と同時にファンの皆様、おめでとうございます。個人的に私も一番嬉しい優勝でした。選手諸君も、坂本キャプテン、菅野選手会長中心に懸命に戦いました。やや頼りないところもあります。このチームはまだまだ途上のチームです。しかし一つだけ自慢ができることがあります。結束力、団結力、そのことに関しては今までのジャイアンツ史上でも負けないぐらい最高のチームだと思います。一山は越えました。
ち喜びはつかの間、あと一山、そしてあと二山、我々の目標は日本一です。どうか達成するよう皆さんと共に我々も全力で戦います。本当に1年間ありがとうございました。そして今日はありがとう安倍晋之助。85年の歴史、史上最強のキャッチャーです。素晴らしい技術、そして多くのファンに愛された安倍晋之助、挨拶があります。よろしくお願いします。まずはじめに今日このような試合を企画していただいた巨人軍の皆様、本当にありがとうございます。そしてこのような試合に付き合っていただきましたラミちゃん、横浜ベイスターズファン、本当にありがとうございます。もちろん今日もたくさん晋之助コールをしていただき本当に感謝します。ありがとうございます。今年で現役は終わりますが、これから本当に大事な勝負が残ってます。それに向けてまたチーム一丸となって必ず日本一になります。そのためにまた皆さんの力にしてしたい。そのために今まで以上にご声援よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。この後監督、コーチ、選手が優勝ペナント、そしてトロフィーを持って場内を一周いたします。5年ぶり37回目のリーグ優勝を果たしたジャイアンツに今一度盛大な拍手をお送りください。I'm gonna dance, cause it's gonna be a number. Follow you through the
してグラウンドに向け記念撮影を行います。
スタンドにサインボールを投げ入れます。危険ですので、ご自分の席から離れてボールを取りに行くことはおやめください。それでは皆様、お願いいたします。それではジャイアンツファンの皆さん、今日の勝利と改めてこの東京ドームで5年ぶりのリーグ優勝を祝して全員で万歳三勝いきたいと思います。それでは心を